企業サーバーへの侵入は初めて。サーバーの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが私たちの仕事だよね。ここのセキュリティ手順はかなり強力だから気を抜かないでね。初めてなのになんでそんなことがわかるかって言ったでしょ。私は今エリカと記憶を共有してるの。それでエリカの知っていることは私にもわかるってわけ。なんでそんなことができるかって、エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。病気の治療のためにね。だから私と共有化できるの。わからないことは何でも聞いていいよ。私もエリカの記憶サーバーから情報を引き出す練習がしたいし、エリカも君が知りたければ答えてもいいって言ってたもん。エリカは脳の制御がうまくできない病気なの。人の脳は本来使う範囲はとても制限されてるんだけど、エリカの脳はその制御がうまくできなくて、放っておくと機能を使いすぎてオーバーヒートしちゃうんだって。記憶をデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで脳への負荷を抑えてるんだって。エリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、時々病院の特殊なマシンで情報の同期や調整をしないといけないの。神代と提携しているセントラル病院でしかできない特殊な治療なんだよ。放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって体のあちこちが弱っていくんだって。うん、エリカの記憶サーバーから上手に情報を引き出せたみたい。さあ行こう。もうリュウジたちの陽動が始まってるよ。
あの人が神城の幹部、岸辺理恵だよ。今落ち着いて、その姿なら大丈夫。うまくごまかしてね。ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。私との約束の時間よりもまだ早いし、もしかして誰かとで、なわけないわよね。あら、ついにゆうかちゃんも大人の階段を登っちゃったのね。それでお相手の彼氏さんはどんな子なのかしら。背が高いの？お金持ち？やっぱりイケメンなのかしら。うん、でもなんか怪しいんだな。あなた本当にゆうこちゃんよね。ゆうこちゃん、あなたひょっとして疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない、ちゃんと休まなきゃ。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またね、ゆっくり休むのよ。ごまかせたみたいだけど、私あの人なんだか怖い。うわ、エリカの記憶サーバーからものすごい感情データが伝わってくるよ。これが系列。
その質問に関する記憶は共有化されてないみたい。どの記憶を私と共有するかはエリカ次第なの。エリカに直接聞いてみようか。へへ、作戦大成功だな。こいつが入ったおかげでフーディエにも機動力が出てきたんだね。でね、何食いに行く？作戦成功と新人くんの初単独侵入成功祝いだからな。特別豪勢なもんにしようぜ。それかお嬢もいないし、どうせならちょっぴりいかがわしい店でも。グフフ、顔な。お嬢にはちゃんと声をかけたんだよ。ああ、返事はあった？いや。まだだんまりか。ああ、もうやっぱ俺連れてくれ。千歳はすごい奴だ。エリカが初めて懐いた他人で、エリカと3人でフーディエを作ろうと言い出したのもあいつだ。俺は一時期いろいろあって、もうチームなんかコリゴリだと思ってたんだが、今回の仕事、エリカが裏で何か動いていたと言わなくていい。俺が知っているとわかると嫌がるからな。好きなようにさせてやってくれ。の方がよっぽど兄貴らしいのかもしれないな。
私ですか？調べ物をするために中野に来たんですが、いい資料が見つからなくて休憩していたところなんです。え、悩みがあるのはフーディエが手伝う？なんでしょうか、フーディエって。あなたは便利屋さんなんですね。確かに一人で悩んでいてもラッチが開かないようですし、あなたのチョイスなら信用できるかもしれません。それでは後ほど依頼をさせていただきますね。よろしくお願いします。Thank you.